バウンダリーフィールドはアメリカのワシントン DC に19世紀終盤にあった野球場である。バウンダリーフィールドかつて多くの森が生い茂っていた地に球場が建設され、1891年4月13日、アメリカンアソシエーションのワシントンステーツ面の本拠地として開場。その年のシーズン終了後にリーグが消滅するとチームはワシントンセネタースと 球団名を変えてナショナルリーグへ移籍。翌1892年から1899年までバウンダリーフィールドを本拠地にした。1897年、セネタースはレディースデート名打ち女性の入場料を無料にするプロモーションを行った。しかしハンサムで人気の先発投手ウィニー・マーサーが審判と言い,い争いになり、 退場を宣告されると、スタンドにいた女性ファンが、次々とフィールドになだれ込み審判を襲撃。球場は一部が破壊され、審判は選手に救出された後、変装して球場から脱出した。1899年シーズン終了後、ナショナルリーグは規模を縮小することとなり、セネタースも球団削減の対象となって解散した。1904年、 バウンダリーフィールドがあった地点にアメリカンリーグのワシントンセネタースがスタンドなどを移設し、アメリカンリーグパークという新球場をオープンさせた。ありがとうございます。